真田幸隆の三男として真田の里で生まれる。幼名は源五郎。甲斐の国の武田晴信のもとへ人質として預けられる。第四次川中島の戦いで武田信玄の警護として初陣を飾る。菊亭春末の娘山手殿を妻に迎える。武田家と北条家が争った三瀬峠の戦いで先陣の馬場信春への使い番を務める。武田信玄の清浄作戦に参陣、暮れに三方ヶ原の戦いにも参加。武田信玄が病死、武田家の家督を継いだ武田勝頼に仕える。父真田幸隆が死去。織田信長、徳川家康連合軍に大敗を喫す真田の仏な政輝が討ち死にする。勝頼の命で北条領の沼田城を切り崩す。一方で名古屋城と小川城を攻めて入手。沼田城を解城させ猿ヶ京城も攻め落とす勝頼から阿波の神の名乗りを許される。